ました。始まりました。今週も。そうですね。先週はちょっとね、目いっちゃってあれだったんで。目いっちゃってますね。ちょっと先週は休んだんで、ちょっと謝罪の方を、ね。あ、そう謝罪。すいません。先週はちょっとね、取り調べ受けてまして。お休みいただきました。まあ、ていうのはね、嘘で。インフルだったんですけど。本当だよ。取り調べじゃないの。インフルの。インフルじゃない。お前、本当にお前、インフルなのかって。性病じゃねえのかって。性病っしょ。そこまで俺、有名人じゃないんだけどね。それで警察来られたら困るよ、マジで。いや、今仮釈放中です。はい、仮釈放中ね。まあね、金あるね、金ね、出せばね。また持ってこられるんで。そうあ、ちょっとね、お店からバンスしてちょっと出してきたって感じ。そう、まあ100万くらいね。前借りね。前借りして100万くらいね。顔じゃないって。借金される顔じゃない。うるせえよお前。余計なこと言うな。捕まってるってすごいね、なんかね。あ、しょっぱなからディスられてますね。休みからディスられてます。しょっぱなからだいぶ。やっぱね、ディスるためにね、来てるんでね。いいんじゃない。全然ね。全然いいっすかね。まあじゃあね、今週も始まりました未来のカリスマホストタッチということでね、まあじゃあ自己紹介からまた行きますか。自己紹介そうですね、はい、恒例の自己紹介から恒例の、はい、ロミジュリのリュウナと申します。よろしくお願いします。えい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 。はい、同じくロミジュリのね、今仮釈放中のヨシキです。よろしくお願いします。えい、なんで今のままはなんだおい。それでね、いつこの番組から卒業できるかまだわからない、アクトの心です。えい、あ、それ俺も一緒。俺も一緒です。俺もだよ。まあまだまだそうだね。あ、まあ年内には卒業したいですね。うん、そうですよね。年内長いっすね。長いまだ始まったばっかっすね。始まったばっか。目標は高くいかないと。あ、目標は高く。まあでもね、今週もね、かれこれ今年もあと10ヶ月くらいなんでね。そうっす。2月も終わっちゃうんで。早いな。終わっちゃうね。早いっすね。ブインシェブインシェシェシェって。ブインシェブインシェ来た。おー、中国人がいらっしゃるの。いらっしゃる。謝罪会見。謝罪会見しますね、今。とりあえず謝罪会見。誰の？俺の？俺の？よしきの謝罪行こう。そうですね。すいませんさ、あの先週はね、ちょっと、ね、ちょっとお家にね、ちょっとお巡りさんが来て、お前は性病なのかインフなのかっていう問い詰められて。ちょっとね、うん、インフルって言ったんですけど、もうなかなか信じてもらえなくて、うんうん、ちょっとね、取り調べになっちゃったんで。すいません、ちょっと来週からはしっかりも出るんで、また仮釈放されます。そうですね、じゃあ乾杯しますか。どうぞね、はい、乾杯します。釈放おめでとうございます。仮釈放ですよ、仮釈放おめでとう。いやいや、でも、そう、バレンタインだったじゃないですか。ああ、はい、そうか、はいはいはい、ありましたね。まあちょっと結果報告的なことします。結果報告。まあそうですね、まあバレンタイン当日じゃなくて、まあ先週13日放送をして、うん、あ、まあそこから1週間経って、その1週間のね、うん、結果報告。結果報告いきますか。じゃあ、じゃあ俺から。まさかの司会から。いやー、でも俺からでもよかったけどな。まあじゃあ、まあ俺無理やりお願いして、なんとかもう5個ゲットできました。よいしょ、よいしょ。カリスマになると、まあね、一袋とかになるけど、まだまだ新人だから。なるほど。まあまあ徐々に徐々に。それやっぱ本命ですか。全部あ、もうギリじゃないですかね。あ、ギリギリ全部ギリじゃないですか。うんうん、まさかの。嘘でしょって来てるけど。ガチガチガチ。じゃあ、ヨシキさん。そうですね、まあ俺みたいなね、カリスマな、ね、なっちゃうと、まあ、ゼロですね。ゼロ。ゼロ。まさかのゼロですね。まさかのゼロ。いや、あれチョコなんていらねえよ。もういらない。もう俺から断ったんで、もうね、いらないってなのって。まあ、ゼロです。インフルでね、もう寝てました。はい。寝てました。もうそれ。あ、そうか、バレンタインなかったっけ。痛いね、バレンタイン。あ、バレンタインが復活した。復活日。復活日。復活日。かなり具合悪い日やったけど。いや、死にそうだったよね。やばかったもん。頭で回らなくてね。うん、ちょっと待ってるかと思ったら待ってなかったっすね。はい。わーっていいね。ディスるディスる。すごいね、俺のネタばっかじゃん、もう。カリスマじゃん、もう。カリスマ犯罪者ね。早く卒業できそうね。カリスマですね。ある意味ね。ある意味卒業大会。あれ、強制大会っていうかね。強制大会になりそうだね。なりそうだね。そしてこんなコメント来たら絶対需要あるでしょ。確かに。見に来るでしょ、多分初回で。確かに。これ逆にこれでも俺ホスト辞めたら怖いっすね。どう、多分犯罪者ね。多分犯罪者ね。それ怖いな。ロミジュリのおかげですかね。まあそうっすね。今なんか生きてられるの。いつも守られてる。こっちがあるのか。そうっすね。
あ、でもいいや。で、どうぞ。あ、僕ですか。なんか松野かなと思ってね。3桁言ってそう。いや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 、絶対言おうとのもね、コッコロさんですから。実際はそうっすね、あの本市の子から1個と、あの、常務のね、あの上司のお客さんから1つ、うんうん、おー、いいっすね。うん、まあ寂しいバレンタインでした。すごい。いやいやいや、まあでももらっただけね。でも本命チョコですよね、本命。どっちもどっちもないか。それ答えたら俺尺余りすぎとか言って。すごいコメント来てますね。犯罪者に会いたい。お、会いに来てよ。ぜひ路上で待ってます。犯罪者。そう、あと20分どうするかっていうのは、まあフリートークをしたり、ね、まあね、コメント拾ってしていこうかなと思って。そうですね。なんかちょっとコメントがね、ちょっと1個にまとまりすぎかな。うん。俺ばっかり。俺ばっかり。今バレンタインの結果おしまい。先週俺の MC も相当なかなかひどいもんでしたけど。そうか。そうか。そうか。でもあの魔法のサイコロがあったから。あ、魔法のサイコロ。魔法のサイコロあったから。今日も一番すごい魔法のサイコロ。今日も使う。先週何するもんじゃん。全然。魔法のサイコロちょっと最初。魔法のサイコロ。すごい咳が出る。魔法のサイコロ出ました。出ました出ました。そう、この間ね、うん、このサイコロを使ったんですけどね。そう、そう、話題ないからサイコロに逃げろ。うん、サイコロに逃げます。なぜで俺今日病み上がりなんでね。そうね、みんな大丈夫。大丈夫、みんな体調悪い感じ。体調不良。まさかの。じゃあサイコロいっちゃうか。はい、いっちゃうか。はい、はい。はい。わー、一番難しい話来やがった。めっちゃやり方がシュール。悲しい話出ました。悲しい話が。悲しい話です。あ、悲しい話。悲しい話。悲しい話あるかな。悲しい話は、これはね、ここ最近なのか、その人生で、うん、あー、ないないないか。悲しい話、うん、なんだろうな、もうありすぎて、ちょっと、うん、よしきも悲しい話しかないもん。あー、悲しい話、もうめっちゃ悲しい話あるんだけどね。どれから喋ったらいいかなと思って。バレンタインを絡めた話。むしろ悲しい話しかない。あ、バレンタインに絡めた話、うん、俺一番最初のバレンタインは、うん、まあもらったのは、あのお母さんからもらったガーナのチョコレートなんだけど、はい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 、ちょっと、はい、まあ当時の、あ、一応日本製。ああ、一応日本製なんだ、それは。はいはい。で、それなんかちょっと間違えてストーブの前に置いちゃって、うん、せっかく初めてもらったチョコなのに、はい、もう溶けまくってね、ちょっとね、はい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 、悲しかった。うん、それ悲しいのかい。そう、一番最初ね、そのね、同級生とかじゃなくてお母さんからだから、ちょっと、ああ、はいはい、まあね、ちょっと同級生からなんか後輩から欲しかったけど、そういうこと、ちょっと悲しかった。まあ、それだけじゃないけど、溶けちゃったのが悲しい。まあ、スライムみたいになっちゃって、ちょっとね。で、それ食った？え、もちろん、もちろん食った。一回ね、あの冷蔵庫に入れて、あれ、もう一回固めてからもう一回食ったから、さすがそのままだとね、ベタベタになっちゃうから、まあ、悲しいな。でも、それだけ。箱ごと舐め回してないよ。一応凍らしたから。凍らした。うん、うん、まあ箱にちょっとついてたけど。で、ヨシキはなんか。ああ、俺もちろんありますよ。まあバレンタインですよね。バレンタイン嫌なんだ。悲しい話ですよ。あの前、まあ当時で付き合ってた、まあ前俺実家の、まあ地元の方で車乗ってたんですけども、うん、車の中でバレンタインチョコを一緒その彼女からもらったんですよ。何これ。もう警察からもらうバレンタインもないです。残念ながらね、俺の取り調べ受けたね、警察官は女じゃなくて男だったので。ね、おい、スパム、とりあえずスパム。俺の話をもうすぐね、切るという。で、視聴者さんがね。で、なんだっけ。あー、で、彼女からそのもらったんですけど、車の中でもらったんですよね。で、一回そのトイレ行くじゃないですか。うん、やっぱりこう、車乗ってるとね、ボスこう、溜まっちゃうんで。で、その時に俺、置いてる場所悪くて、うん、ここに置いてるんですよ、運転席の。あ、ここに、こっち側。そうで、うん、結構俺そのまま知らなくて、うん、そのまま踏んづけちゃってて。踏んづけちゃった。で、気づいたのもうその、もう一回車降りる時で、うん、もうボロボロじゃないですか。ボロボロ。俺よりも先にその彼女気づいちゃって、それで、分かりました。マジで。分かりました。それで分かれちゃった。分かれちゃった。それ原因で。もうそれを、うん、なんか結構念に持ってて、うんうん、とりあえずね、ホワイトで返さずに分かれちゃいましたね。あら、ちょっと悲しいね、それ。悲しいっす。彼女は犯罪者なんですよ。めっちゃ聞かれてるから。彼女絶対犯罪者じゃないか。彼女はある意味犯罪者じゃない、うん、もうある意味犯罪者。そう、どういう意味で。まあ俺よりもね、結構ね、きつかったけどね。きつかったね。きつかったなかなか。
それ、ね、何かまあいろいろとそれはね後でねお話しましょう。いろいろと前科が多かったとか、うん、前科同士付き合うっていうね前科同士付き合ってる現犯罪者か前犯罪者かね某オウム真理教とかああもうオウム真理教の時私も2歳とかじゃないですかね東京いねえわあ、2歳やったんですか。多分2歳じゃないですかね。ああ、そう。じゃあ20年前ぐらいか。お前生まれてないだろ。あ、生まれてない。嘘。生まれてない。嘘。いやでもワンちゃん生まれてるかも。10歳ぐらいになってたんじゃない言うのもう。10歳ぐらいになってたんじゃない。10歳。うん。オウム真理教の時。え、なんで1994年。3年ぐらいじゃない。3年ぐらい。いやまだ生まれてない。96年。全然生まれてないね。ね、そう、日本も大変だったんですよ。大変だったならしいです。北朝鮮、一緒に行くか行くか、一緒に北朝鮮北朝鮮ピョンヤン、ピョンヤン、ピョンヤン行くか、ピョンヤン今でも、あ、韓国に行ってくねこそ、堪能しいミサイル撃ってもらえ、なんだっけ、火星14型だっけかあったっけ、なんかそんなそう、俺のさ、頭の中もテポドンでね、止まってるからあー、古い頭の中テポドン古いテポドンね、もうテレビ見ないですか、テレビは。テレビはたまに見ます。たまに見ます。けど、北朝鮮の話ちょっと面白くないんで、面白くない。消しちゃいますね。面白くないですか、なんか北朝鮮のニュースキャスターの喋り方みたいな。あの、熱の入ったあれですよね。そう、あれすごい真似したくて、いつも見てるんですけど、あれもう、無理っすね。マジっすね。あれ無理だ。あ、そう、この間あれっすよ、夢で、テポと落ちた夢、見ましたよ。え、マジで？マジで？落ちた夢？あの、ガチで東京に落ちた夢見て。あ夢ですよ。インフルかかってる。そうそうそう、インフルかかってる。多分ね、熱で多分やばいじゃん、おかずいてて、うん、それでかなと思って、で、すごいこう、熱風来て熱い熱いと思って起きたら体熱くなっててやばい、これインフルだっていうテポドンか。そしたらね、もうインフルね、落ちてきたよね、自分の中にね。あテポドンじゃなかったけど、でも本当にインフル、インフルなんて。インフルと、インフルだろ。インフルと見せかけて、うん、まあバレンタインシーズンだから、そのね、多分忙しかったんだと思う。多分2時間おきにいろんなね、姫とデートしてたのかな。あ、かもしれない。え、マジか、お前。まあ、カリスマスからね。ある意味ね。ね、2時間おきだから1日12人とデートできる。うん、いや、まあそうですね。12人。いいヒューというのもね、2時間で来てるすごいな、もう1日12人取りやれるかな、もう12デートすごい、やばい、すごいね、それもう、もうさ、もう時計見ながら行動じゃん、もう確かに。あ、でもなんか、なんか豆になりそう、なんか時間とかさ調整して、まあ、まあそうだね。でもそこまで俺時計見たくねえわそこまで気にしながら会いたくねえんだけど確かに。いや、もうスケジュールね、スケジュールはメモとかなきゃダメ。この時間は新宿1丁目、この時間は2丁目。あ、2丁目だっけ。ちょっと1丁目はいいっすよ。1丁目はいいっすよ、2丁目はない。2丁目はさすがいないっすよ。2丁目行くんだったら俺も夜は行きたくないっすよ朝方で結構。いやでも夜の2丁目楽しいって言いますからね。あ、ぜひじゃあ一人でね、行ってます。そこは一人で、一人でいいのかな。大丈夫です、行けますよ。結構ゲイとかに嫌われる人だから俺。本当っすか。なんかモテそうな感じしますけどね。あの、客に時間使ったなら偉いよねって。おー、ありがとうございます。真実やったらもうポイントだね。242番さん、ありがとうございます。うん、さすがっすね。そう、犯罪か。おいまたお前そのネタで持ってくけ。お前2丁目とパコール、2丁目とパコール、それココロさん、ぜひ結果教えてください。結果報告。じゃあ一緒に行きますね、じゃあおいしい。それで一緒に2丁目行ってパコっちゃいますか。で、締め日でフィーバー、締め日でフィーバーして、この番組卒業みたいな。すごいプランやとりあえずね、じゃあ CM ところでね、一旦じゃあ CM 行きます。 CM だ。 CM です。はい、 CM です。するやつはタンクトップを大切にできねえやつは姫を大切にできねえ。初心に戻ってやり直せ。
はい、後半戦です。はい、後半始まりました。じゃあちょっとね、サイコロに逃げますか。そうっすね、サイコロに逃げますか。はい、これ、これ、前出たあれ、これ前出たなおっと一人でなんかサイコロと遊んでる男の子って感じ初めてエッチした話。おあれ一番初めてエッチした話。へい、緊張する。あれ前回話したありますよ。もう前回話した緊張する。これ話したかな。これまあでも俺も話さないっすよ。話してない。俺も話さないっすよ。俺話してない。俺も話さないっすよ。そうっすね、初めてエッチした。え、これ年もっすか。あ、年もいっちゃっていいんじゃない。まあいいんじゃないですかね。年は中2くらいですね。中2で初めてエッチしたのは一応学校の先輩としたんですけども、うん、普通みんなする場所って普通家だったりとかですか、うん、まあ彼女の家だったり自分家だったり、まあはたまたラブホーマーあるか、まあ中学校ではないと思うんですけども、うん、まあそういう感じじゃないですか、うん、俺の場合初めてした場所って田舎だったんで神社なんですよね。神社のあの中なんですよ。バチ当たりでめっちゃバチ当たり中、神社の何再生箱を超えてバチ当たり、そうそうそう、の中。あれ開くんすね。あれ開きます。あそこでやったんすよ、ね。でも夏だったんで全然、うん、で虫のあのほらもう閉まってたんで来なかったんですけど、で多分あのえらい子神社はすごいこう揺れたんだろうなと思って。え、ダニとかいなかったですか。ダニ、いや多分大丈夫じゃないですか。へ、はい大丈夫です。普通にすごい多分もう でも次の日なんか、うん、おじさん来てました、通ったらそこ。あ、通学路で、うんうん、なんか次の日結構なんか人集まってましたね。あ、多分集まってた。何かしたのかなと思ったら、あ、多分昨日俺やったからかなって。いや、なんかカメラあるって言いますからね、神社。いや、ないっす、ないっす。ないの？一番なかったっす。もう、ね、10年以上前なんで。10年以上前。ないっすね。多分、賽銭泥棒に俺間違えたのかなと思って。でも俺、初めてなんで、やっぱ賽銭よりもそっちの方が気になるじゃないですか。あ、なんで。確かに。そっちっすよね、やっぱ再生よりももうそっち行っちゃいますね、もうとことん犯罪声量だったんでしょ。さすがにね、中2の一番最初にねやって声量はないでしょ。しっかりあのゴムつけたんで大丈夫です。あー、でもそれ、はい、ステッパリしたからあれじゃないですか、次の日に。あー、そうですかね、ちゃんと処理ね、ちゃんとゴミはゴミ箱に分別してですね。そうっすね、危ないです、だからっすかね。ちゃんと燃えないゴミ、下手するとなんかね、残って手たのかもしんないっすね。ゴム、銘柄は銘柄。銘柄俺あん時は岡本。いや、あん時相模オリジナルの時はそう。相模、何ミリ何ミリ。あん時は 0.1 なかったんで 0.2。 あ、0.2。 そう、 0.2 もやばいね。最初薄いやつから行くね。うん、初めてはやっぱりね、初めてかでね、行かなきゃ。初めてのエッチね、いいね。初めて神社だったんすよ、まさかのね。初めてのエッチ、俺なんて人間じゃないから。いや、こんな方、こんな方びっくりした。そう、俺中国だから牛とことやったのかなと思って。犬とかと獣艦じゃん、獣艦結構詳しいな獣艦、俺かけるよ、獣になんか女3つさすが漢字得意だな獣艦え、人間の女性とは、人間の女性とはいつだろう、うん、覚えてない。一番最初、でも結構遅めなんで。それは日本で。あー、多分日本日本か、ジュピターか知ってた、ちょ、木星や木星木星人かよマフィアマフィアマフィアじゃないわあ、でも一番最初いつだろう、18歳ぐらいじゃない、結構遅めなんで。そうですよね。ココさん早そうっすよね、去年とか。去年初めてか。俺より遅いじゃん。あ、そうなんだ。俺より遅いよ。ごめんなさい、すいません。去年とかじゃない。それはまずいな結構早いかなと思って。あ、もっと遅い感じですか。いや、でも僕遅い方じゃないですか。今年入ってください、感じは。いや、15歳の時甘くてっすね。びっくり、早いじゃないですか、10年全然普通ですね。全然普通じゃないですか。神社っすか。いや、違うんだよね。ちゃんとあれっすね、お年玉を貯金したんで、貯金をね、叩いてホテル行って。あー、もう高級な。そう、ここがラブホテルかみたいな
え、最初何号室でした？最初、そうですね、505号室。あ、505号室505号室結構すごい鮮明に覚えてる。ホテルの名前もホテル35っていう、あ、そう、わかんない、ホテル35わかんない、ありそう、さえこちゃんが、うん、映画で、あの、出てるすげえ、ラブホテルズっていう映画、そう、すごいな。で、そこで追っ始めたって感じですか？追っ始めたのはそこ入って2時間後ですかね、うん、あ、2時間なんだかんだなんだかんだ、うわ映画見れるんじゃんとか言って映画見て、あ、だぶっちゃけでもこっちは早くしたいっすよね、多分もう操作をしてますよね、うん、もう下の方が忘れてた、それを、なんか、え、マジっすか、まあ、映画終わった後に、あ、これしなきゃあかんやんと思ってしなきゃあかんやん、いや別にしなくてもいいんですけど、ね、別に申し訳ないなみたいな、せっかくね、うん、向こうバイト休んで来てくれたから、はい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 、そう、なるほど、それで、うん、まあズッコンパンこうやって、うん、そう、その日は泊まって、その日あれだったらさ、あの昼間のフリータイム、うん、え、でも2時間ももったいないっすね、じゃあ、いやでも朝一行ったんで、あ、なかなか朝一行く人もなかなかいないですけど、15歳早起きやから、さすがっすね、早起きもうそのためだけに、早起きのためだけに寝れなかったんじゃないですか、じゃあ次、前の日も、前の日は普通に寝ましたね、うん、ああ、そうですか、たっぷり睡眠とって遅刻したらあかんと思って、あ、もう修学旅行の前の子、小学生みたいな感じじゃなくて、じゃなくて、もう普通に、うん、遅刻したらあかんみたいな、あ、でも分かります、なんか、うん、昔から遅刻嫌いなんで、あー、すごい、あー、もう時間厳守って感じですか、そう、厳守って感じで、すごい、さすがっすね、テーマバレンタインでした、テーマバレンタインでした、テーマバレンタインか、あれ、最高でねテーマ上回ってる、さすがに、だって初めてエッチさんとバレンタインどう繋げてったのかね、そう、全然バレンタインとは関係なかったから、うん、確か11月かな、そう、あ、うん、俺も夏だったんで全然関係ないです、春だったな、全員違うの、冬だ、うまく逃げるな冬じゃないのか今超卑猥な話にしてる、卑猥まあでもホストはね、もうみんな卑猥な感じ、卑猥だからね、いやでもそうでもないか、真面目な、むしろ健全だもんね、俺、あ、まあ俺の、うん、そうだね、こんな方は健全の方かな、一番健全なイメージしかない、健全なイメージしかない、もうやばいよ、もうすごい、もう超真面目よ、ほんとに、うん、だってわざわざ神社だよね、やるくらいだから拝んでそうそうそう、それすごいよ、マジで教会でやる年だからね、やばいね、もう教会はやばい、教会やっぱ神に守られてないとね、まあね、そうっすね、うん、ディスられてるよ全国のホストじゃん、警察署では謝罪したくないな、一番ね警察署で謝罪謝罪か、そうだね、署長さんとしてじゃあ謝罪しようか、今度ね、代表も来るんじゃないですか、謝罪同伴でもする、謝罪同伴、あー、それいいね、いいね、警察官連れてこようかんじゃん、女の人ね、もちろんね、あ、女の子、女の子、人のね、細いもうぜひ連れてくんの、連れてくる、警察ホストに連れてくんの、ああ、いいね、ぜひね、女性の署長さんとね、うん、女性の、もう女性限定で、制服のいいよね、警察官の、いいね、あの制服、さすがにあの格好できゃ多分みんな困るんじゃないもん、ね、好きなコスプレなんすか、警察っすか、ナースですね、残念ながら、ナース好きなコスプレ、うん、なんだろう、俺サンタクロースです、あ、サンタクロースです、うん、ここまでのやつだ、あー、いいっす、サンタクロース、うん、あー、これ孫悟空、そうすごいっすね、大猿並みっす、大猿の大猿違う、あの毛いっぱいあるやつ、いやいや、あっちはちょっと難易度高いから、あー、そうそう、孫悟空が髪型セットして、やっぱ、うん、髪の毛長いじゃん、あー、うん、よっぽど長くないってことだから、まあ、うん、女の人は、まあ、僕でも長いから、ちょっとあの髪型やって、で、そのオレンジのなんかね、あーやーやーやー、ちょっと知ってほしいなってあんまりいないじゃないですか、なかなかいない、孫悟空のコスプレ、まあいないね、まあ俺は、まあ、燃えるって感じ、アメリカ版にしたいよ、あの真っ黒のやつ全身黒いやつ、全身黒い、いやちょっと普通の王道のやつがいいの、あ、王道でいい、王道のやつ、あー、日本のね、日本の、まあ、君の攻め外してねえな、もう謝ればっかりじゃないですかするわけねえだろ、まずいなんかホストが俺がするわけねえだろ、急に笑ついてきた、よしきさんはね、謝らないかするわけねえだろ、反省だ、一回ね、うん、謝ったら十分よ謝罪したいこと、警察お前ぶっ飛ばすの、別に警察行ったらお前じゃねえ、それも謝罪したことか、そう、今なんか謝罪したいことあります、なんか謝罪したいこと、なんだろう、なんか
何でもいいんで。まあそうですね、デジモンアドベンチャーを、まあ、中国で見てて。あ、中国で、はい、出ました、中国出た。ちっちゃい頃、そうですね、うん、そのバタフライの、あ、まあ、結構好きで、俺日本来てもう最初にバタフライ歌おうと思ってて、うん、でちょっとなんか途中でなんかわけわかんなくて、うん、なんかもうブタフライみたいな感じになっちゃってブタフライ、なんかあれ BU じゃん、あ、英語わかんな、わかんなくてずっとブタフライブタフライって言ってて、ちょっと申し訳なかったって、まあちょっと全国のバタフライファンに謝罪します、申し訳ございません、申し訳ございません、まあちょっと謝りたいな、ブタフライじゃなくてバタフライ見ろ、リューダーも、うん、俺の謝罪ばっかだぞやばいな、じゃあ謝罪しちゃおうか、おお謝罪、じゃあインフルになってごめんなさい、来週もインフルになりますピュース何キャラ何キャラうん、はい、そうか、謝罪したいことか、なんか山ほどあるな、どうぞ、山ほどありますね、山ほどあるな、もう全部いっちゃっていいっすよ、もう、そうっすね、全部もう、まあ先週1週間はちょっとね、あの体調不良でね、あまり喋れず、あまり飲めず、すいませんでした、あ、そうだ、すいませんでした、あそう、ね、あまり周りに言わなかったんですだな、1分前なんで、なんか告知事あれば、告知、うん、告知っていうか、なんか、あ、今日俺、リアルバースデーなんで、もし、お、あ、本当ですか、はい、本当です、本当ですか、あ、もしよければ、ぜひ、ちょっとでも、なんか祝ってくれると嬉しいです、お願いします、お願いします、お願いします、アクト、とりあえず2月のイベントは終わり、3月はね、ホワイトデイイベント、春コーデイベントっていうのがあるんで、うん、ね、まあ今月も初回来てください、はい新人が何言ってんだよいいね、今日きついね、皆さんよしき、なんか告知ないの、告知、うん、とりあえず来週はまたね、仮釈放されるんでまたお願いします、お願いします、歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってでアンタッチャブル柴田です、よろしくお願いします、なんで僕が言うアプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからつないでじゃあ番組が盛り上げるための一発芸、よろしくお願いします、どんなに叩いてみたって何にも起こらない、イエーイ、見てね